5月7日、安城市民会館で市政施行71周年安城市発展祭を行いました。三ツ星元人市長は式辞で、子育て支援、産業と地域経済の活性化を最重要課題と位置づけ、魅力あるまちづくりを柱とした新しい安城の姿を目指す決意を述べました。そして安城市の発展に尽くした7名に市政功労者表彰を、さまざまな分野で功労のあった24名に一般功労者表彰を授与しました。さらに多額の寄付や寄贈をされた2名7団体に特別感謝状を贈呈しました。今回スポーツ功労ということで、特に私はバスケットボールの関係の仕事をして、まあ、それで、若い時からずっとやってきて、安城市の審判も含めて、運営と、少し、力を出させていただいたのが、今日評価されたということで、よく嬉しく感じています。それなりに長いこと生きて一つの区切りかなというふうに思ってます。はい、自分なりにこれからちょっとまた成長していきたいなというふうに新たに思いました。消防団頑張ってきてよかったと思います。自分がやらなきゃっていう義務感に従ってやってきて、なんか長いことやってきて、報われたかなっていう感じで、はい、ありがとうございました。若い力だったり女性だったり外国人だったり、多様性のある市になっていったらいいかなと思います。式典終了後には、株式会社日本総合研究所の首席研究員で、地域振興や人口成熟問題、観光振興などに関して研究、著作、講演を行う茂谷幸介さんが、世界に誇る町、安城の今と未来という演題で講演を行いました。6月10日、アンフォーレで、森や水の大切さについて楽しく学ぶイベント、集まれネバの森 in アンフォーレ2023が開かれました。長野県ネバ村の木材などを使ったワークショップや木のおもちゃで遊べるスペースのほか、フードマルシェや緑化木の配布、ステージパフォーマンスが行われ、多くの家族連れでにぎわいました。安城市は矢作川の最上流にある長野県根羽村と一緒に30年ほど前から森林保全を推進していて、これまで植樹祭などを行い交流を深めてきました。参加した親子は根羽村の森の素材に触れ、自然の豊かさを体感しました。夏の風物詩、安城七夕祭りが8月4日から3日間開かれました。新型コロナウイルス感染症の影響で、これまで中止や交通規制エリアを限定しての開催としてきましたが、今回は令和元年以来4年ぶりの通常開催となりました。テーマは8月だよ全員集合。アンフォーレの願い事広場では、市内の園児や小中学生、来場者らが書いた6万枚の願い事短冊が飾られました。通りには竹飾りや露店が立ち並び、祭り会場は多くの人でにぎわいました。今回は第70回という節目の開催を記念し、七夕のイメージから夏の大三角と呼ばれるベガ、アルタイル、デネブを模したモニュメントを設置、写真映えスポットとして来場者に注目いただきました。3日間で102万人が訪れ、安城七夕祭りを楽しみました。
9月3日防災週間に合わせて愛知県安城市総合防災訓練が安城市総合運動公園と安城北中学校そして中部福祉センターで行われました。愛知県が行う県民総ぐるみ防災訓練の一環として行われ、安城市でこの訓練が行われるのは29年ぶりです。防災関係機関の連携と防災意識社会の確立をテーマに行われ、100機関およそ2500人が参加しました。訓練は南海トラフ地震が発生し、安城市では震度7を観測、倒壊した家屋などの下敷きになった人がいるほか、道路の損壊や電気、ガス、水道などのライフラインに甚大な被害が発生しているという想定で行われました。会場では県や他の市の消防組織と連携する救出訓練や、要救助者をヘリコプターで搬送する訓練などが行われました。また市民は消火器を使った消火や地震体験車で防災の意識を高めていました。安城市では今後も地域住民および災害時防災協定を結ぶ団体と訓練を行い、いつ発生してもおかしくないと言われる南海トラフ地震に備えていきます。いや、日頃からこの防災の意識が大事だなと改めて思いました。今年はたくさんの方が来場していただいて、とても大盛況な中広報させていただいております。こちらで体験をしていただくことで、日々防災意識を高めていただいて、日頃の火災や災害に備えていただけたらと思います。第3回安城市新見南吉絵本大賞受賞作品一つの日の絵本出版を記念し、10月29日にレクチャーコンサート南吉とアンデルセンをアンフォーレで開催しました。安城市新見南吉絵本大賞は安城ゆかりの童話作家新見南吉の顕彰と普及を目的に、南吉童話の絵を描いた作品を募集し、対象作品を南吉絵本として出版する事業です。第3回の絵本大賞では岐阜県の本間清子さんの作品が対象となりました。この日は新見南吉が少年時代から親しんだアンデルセンの詩による曲や、南吉が女学生と一緒に聴いたメンデルスゾーンの曲などを加藤清さんがピアノで演奏し、本田美香さんが歌いました。コンサートで使用されたピアノは、新見南吉もその音色を聞いた安城高等女学校にあったグランドピアノで、通称南吉ピアノと呼ばれています。訪れた人たちは新見南吉の作品や当時の雰囲気に思いを馳せながらコンサートを楽しみました。とてもまた新見南吉の詩に曲奏をつけてやられたり、バイオリンやビオラをとかソプラノ歌手の方がやってくださって、とても何か新見南吉が幅が広がったような、その歌にもね、こう使えて歌詞にも使えて、あ、こんな取り入れ方もあるんだなと思って、ちょっと新しい分野を開いてくださったような感じで、とても良かったです。企画展家康と三河の城が11月18日からおよそ2ヶ月間安城市歴史博物館で開催されました。この企画展は NHK の大河ドラマどうする家康の放映に合わせて開かれたもので、家康ゆかりの町安城松平発祥の地安城を多くの人に知ってもらおうと開かれました。城というと石垣と天守がある名古屋城や岡崎城をイメージしますが、それらの城郭は江戸時代にも存在したわずかな事例で、
ほとんどの城は中世に役割を終えた土造りの城だったそうです。会場では徳川家康の足跡をたどりつつ、多彩な三河の城について紹介しています。安城地域には家康の源流である安城松平家に関わる安城城をはじめ、推定や伝承を含め31軒の城が知られています。訪れた人たちは地元に残る城について知るとともに、地元への愛を深めていました。併設するお店では企画展のコラボメニューとして、松平今川連合軍と織田氏の間で繰り広げられた安城合戦を表現した安城合戦カレーや、安城城をイメージした安城城ケーキが期間限定で提供され、注目を集めました。令和6年1月27日からおよそ1ヶ月間、安城市民ギャラリーの開館20周年を記念した特別展、大正イマジュリーの世界が開かれました。イマジュリーとはイメージ図像を表すフランス語で、大正イマジュリーとは大正時代を中心にたくさん印刺された本の表紙や挿絵、ポスターや絵はがきなど大衆的な複製図像の総称です。今回の特別展では、明治から昭和初期にかけて活躍した作家たちのイマジュリー作品およそ400点が展示されました。現在も活躍する安城市ゆかりの作家による作品も展示されました。令和6年1月28日第39回安城市民デンパーク駅伝大会が開かれました。デンパークの園内やその周辺道路をコースにして、一般の部、一般女子の部、中学生男子の部、中学生女子の部、小学生も出走可能なエンジョイの部などで行われました。177チーム1052人が参加し、たすきをつないで走りました。続いてエンジョイの部の5位になります819番、みんな日本小学校でちょうど4年生になってですね、みんなが参加できるようになったので、みんなで参加しようってことで参加させていただきました。今日非常に天気も良くて、すごく走りやすかったので非常に楽しく走らせていただきました。チーム日本木1位でゴール、やった。すっごい楽しかったです。安城市民の皆さん、やっぱホームなんで温かみを感じて、応援もいっぱいいましたし、すごい楽しく走れました。せーの、安城最高。これまで新型コロナウイルス感染症の影響で催し物の中止や規模縮小を余儀なくされてきました。困難を乗り越え、令和5年度は安城市に市民の笑顔やにぎわいが戻ってきました。安城市はこれからも市民が安心して暮らせるよう、さまざまな取り組みを進めていきます。